平岡敏夫は日本のジャーナリスト、新聞社経営者、毎日新聞社社長、北海道旭川市出身、広崎高等学校では新聞部に所属し、一期下の太宰治むとも信仰があった。1932年に東京帝国大学経済学部を卒業し、東京日日新聞社に入社、経済部記者、東京本社経済部長、 論説委員、ロンドン支局長などを経て、1963年取締役、1966年西部本社代表、1968年常務、1976年2月、巨額の負債を抱え、経営危機に瀕していた毎日新聞社の社長に就任。長野茂雄に救済を仰ぎ、翌年、新旧分離方式の経営再建の方針を固め、 東京本社で発行部門を担当していた大阪本社を、負債の整理、生産に専念させ、東京本社と経営を一本化させる形で、新たに東京に新会社、毎日新聞株式会社を設立した。数百億と言われた負債を解消し、1985年には新旧両者合併を果たすことができたのは、平岡のタグいまれな経営手腕によるところが大きいと言われる。 平岡は毎日新聞再建に示された長野さんの恩義は今でもひしひしと胸に迫るものがあると述べている。1980年会長、同年横綱審議委員会委員、後にパレスサイドビルディング社長、著書に炎の時灰の時などがある。ありがとうございます。